ジャダ24分の1スケール、トヨタ、GR スープラです。こちらは、大ヒット映画ワイルドスピードシリーズの、最新作、ワイルドスピードジェットブレイクに登場する、マシンです。まず、この色がこうオレンジ色と黒の、カラーリングになっています。でこういったちょっとこう大きな、スポイラーとかがついています。でホイールはこういう大きなこうホイールですね。こう薄いタイヤにこうはまったタイヤがついてます。でこちらが後ろです。でマフラーがこうメッキのパーツでできています。そしてこれが、右側になります。で、こちらの方は、開閉機能がついてますので、まずフロントのボンネットを開けますと、こうかな、こういうふうに、ま、あのエンジンがまずこう入っていまして、上のところにこうちょっとメッキのパーツであのきらびやかな感じになっています。そしてよいしょと、でこれがドアの方ですね。まあ、これは左ハンドルになってますので、それでここに、メッキのホイールでペダルとかもあのメッキになってます。そして、こっちが助手席側ですね。助手席側がこんな、こういう風になってます。内装はあの、黒であの統一されています。よいしょ。でこれが、後ろの、あれ、引っかかった、よいしょ。後ろの方もこういう風に開いて、トランクルームなので、まあ、こういう普通の黒いちょっとスペースができています。でも大画素ですので割とこう重みもありますので、まあ、ちょっとこれからあの日本での映画があの放映されますので楽しみですね。で以上です。